どうもテクノロイドプロデューサーの田中です。どうもテクバンはテクノロイドユニゾンハートノックスの黒目役渋谷さといです。はい、じゃあお願いします、説明を。はい、この番組はテクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブテクラブ内限定の配信番組です。オフィシャルサポーターズクラブテクラブはテクノロイド愛、つまりはテクラブを確かめ愛、全テク民が心の通ったコミュニケーションをする、そしてみんなの力でコンテンツを盛り上げていこうという毎日文化祭の学校みたいな場所です。参加資格は唯一テクノロイドを愛する心、地域も国籍も年齢もジェンダーも関係ない心の居場所を提供していきたいと考えています。そしてこのピーちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思います。ここだけの話満載なので SNS などでの他言拡散はご容赦ください。何ですかその T シャツは。これメガネ T シャツです。そんなのあります？全メガネ。そんなのありますか？あのここだけに1個メガネがかかってる騙し絵みたいな T シャツあるじゃないですか。はい、あるあるある。あれも注文したんですけど、うん、届くの明日でした。あ、そう。間に合いませんでした。毎回ネタをね仕込んでいただいてありがとうございます。はい、そう、あれでしょ、あの、はい、メガネを仕込んできていただいて、はい、そうなんですよ。じゃあまたちょっとあのひょうきんな里井さんがまた仕込んできてくれたんで仕込んできました。あの3分前に決まった企画さて本物のクロムは誰でしょうなクイズ、イエーイ。僕があのクロムが決まった時に、まあ、キャラクターイメージとして、まあ、メガネがあるので、うん、メガネをね買ったんですよ。はい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 、どんなのが、まあ、クロムっぽいかなとか、はいはい、そういうのを、まあ、確かめつつ買ったんですけれども、そのメガネが合計6個あります。6個でその中の1つだけずっと使ってるメガネ。あ、じゃあイベントとかそういう時にかけてるメガネは、はい、今持ってる中の6個の中の1個。1個です。で今日6個全部持ってきてくれたんだよね。今日6個全部持ってきました。でそれを1個ずつかけるんで、はい、あの皆さん見ておなじみのクロムはどれでしょうなをっていうのを当てようという。いや、ぜひ当ててほしいですねこれはね。どうしましょう、早速いきましょう、はい、じゃあまず A ね、はい、A 1問目、 A のメガネからいきますよ。はい、ドン。うん、これじゃん。見えづらいですかね。うん、これじゃん。このメガネ。どうですか？ちょっと四角っぽいの。そうですね。はい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 、スクエア型のメガネです。これが A。A。じゃあ次、はい、こちら A ですね。B。はい。そして B が、はい、こちらです。ドン。ああ。でもかけると若干違いますね。いや、違うね。違うけどこれの。気もしなくもない。どれですかね。ちょっと皆さんでやきもきしていただければと思います。確かに。これちょっとさっきのよりは大きめで丸みがかってますね。これが B です。B。はい。はい、続いて C いきます。C。C がこちら。はい、ドン。ああ、わかんなくなってきた。どんどんごっちゃになってきますね。これが C です。なるほど、C。C はまた若干四角だけど、ま、若干丸みがあるかなぐらいの、ね。確かに。ですね。こちら C。若干フレームが太いかなっていう。確かに。はい。そして D が。D。はい、こちら、ドン。変わんねえ。あれ、変わんねえぞ、これ。変わんないね。はい、あ、若干さっきよりもフレームが細いかなっていうぐらいの感じですかね。うん。これが D ですね。はい。はい、こちら D になります。はいはいはい。そして次が E。E。E が、はい、こちら、ドン。なるほどね。こういうのもあるか。あ、若干その、ちっちゃめというか幅が小さめのメガネですね。うん、みんな分かってんの？いや、なんか単純にあのメガネの里井くんを楽しんでいるだけのような人も結構多い。メガネファッションショーみたいな。そうあの堪能してるだけの、はい、E がこれですね。いいな、はい、はい、そして最後 F。 F が、はい、はい、こちらです、ドン。いや見えるかな。いやあのこちら、いや、はい、光ります。どうも渋谷です。それで制作発表いたら絶対ね。どうも、色が変わります。色が変わる、これが。こ
これが変わるんだな。仕込みがこもるから、ね、変わりも目がすごいチカチカする。いやいや開けてらんないこれ。あの見る側も辛い。見る側も辛いの。ちょっと。なるほど、はい、スカウターみたいなやつですね。これが F です。これかな。いやこれっぽい感じがしますよね。これ有力説ありますよ。これが F です。細部まで、ね、見ていただきたいということで、さあ皆さん問題です。6つですね。 A、B、C、D、E、F の6つ。僕の一押しは F です。はい。一押しはね。YouTube では伝わらない。その通り。申し訳ございません。申し訳ない。 YouTube の方は想像して楽しんでほしい。ごめんなさい。じゃあ回答どうぞ。お、さあどうでしょう。 F はな、 F だな。いや F だなっていう方いますよ。難しい。 C、D、B、CD あたり。ごめんか。 C、 あでも C あたりが多いですね。 C、D、C、 F、 F のインパクトが多すぎてもう思い出せない。 C、 F でもいいんです。 C が多いか。 F でもいいんです。F かな、C かな。あでも C がやっぱ多いですね、うん、面白。 A の曲がもうない。そうだね。そうだよね。 A が一番なんか印象薄くなった感じはありますね。F より前の曲聞いた。そう、ね、F 光りますから、はい、G が出る可能性も捨てきれない。なんかG はあの前のカシャカシャのやつかもしれないですね。なるほど。おーすごい。回答ストップです。はい、ストップしても20秒ぐらいだから。ああそうですね。これストップです。ありますね。そうね、これは難しいね。いやちなみに僕自身もあの ABCDEF を隠されたら分かんないです。分かんない。それぐらい似てる。そうか。でもなんかこれが一番クロムっぽいのかなっていう印象で僕はそれを選びましたね、うん、じゃあ、はい、正解いきましょうか。正解じゃあ僕かけて、はい、かけて、はい、正解がですね、うん、こちら。それどちら。わからない。とにかくこちらですね。 C じゃなくて D のメガネです。こちら D だったんですね。なるほどなるほど。 D のメガネをずっとかけて、さあ制作発表とかいろんなイベントとかにも出てたんですけど、ね、D の方でもいらっしゃいました ね、 いたね。いやなんかちょっと嬉しいですね。 C がこれでしょ。これとみんな迷われてる、ね、そうなんですよ。 C と D で、あでも大体同じですね。あでもそうなの。クロムっていつもそのキャラクターの監修するときに、はい、結構このウェリントンなんだっけ、ウェリントン型ってんだっけ、はいはいはい、このその丸みの方でお願いし、ウェルティン、ウェルウェリントン、ウェリントン型でお願いしますっていつもね、うん、言うっすよ。じゃあ合ってたんですか。合ってる合ってる合ってた。こっちは多分スクエア型なんですよ。そうそうそう、四角だから。丸みをね、こっちが多分ウェリントン型。うんうん、おお。いや嬉しいですね。そう P に行ってもらえたのは。これはではない。いやでもこれの可能性も素敵ないですけどね。あの次のイベントの時もしかしたらこれを確かに。これをつけて、ね、はい、どうもっつって。いやめちゃくちゃ光りますけど、テクノロイド感はあるけどね、ちょっとね。なんか近未来感はすごいありますよね。確かに。なるほど、はい、仕込んでいただいてこんなにも、はい、ありがとうございます、ね。お力いただいて、はい、意外とね回答少なかったよ。いや、うん、はい、ここまでね YouTube でお聞きの方一切わからない。いやそれはもうね、あのテクラブに入っていただいて、ちょっと確かめていただければなと、はい、里井くんの面白さをね。こいつこんなメガネ持ってんのかよっていうのを、はい、確認していただければ。これねかけていきましょうよ、はい、ちなみに今日が、第20回ということですね。あ20回、はい、記念すべき20回。そして、はい、レボリューションジューンもですね、レボリューションジューン中盤戦に入ってまいりましたということで、はい、今回もマンスリー MC が、里井さんとご一緒しておりますということでございます。はい、どうでした前回。前回は、うん、初だったんで最初すごい緊張してたんですけど、緊張してたんですけど、うん、やっぱプロデューサーもそのコメントで書いてくださってる視聴者の方々もすごいなんか温かく迎えてくれたんで、うんうんうん、ここがホームって思いながらちょっとなんか楽しくできましたね。楽しくやらせていただきました。楽しくて、ね、よかった。今日びっくりしたのが、前回使ったカシャカシャメガネのやつが二重で使われてるって。おめえ、しかも俺ねかけてないのに、かけてないのにあの日若干被害に遭ってるっていう。そうそう、ファンタジーでなんかかけたことになっててね、いいんですけど、はい、全然いいですよ。あれオープニングがあああさん、
うん、ありがとうございますということで2人ありがとうございます、はい、でエンディングはクラゲさんの、イラストなのかなになりますので、クラゲさんありがとうございます、こちらも、はい、ありがとうございますということでございますと、はい、というところです。で、本日も、音声の一部を切り出しを行っておりますということで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、でまああのあそう二重はね写真部美術部で選定していますよということで、はい、今日は美術部なのかななんですけど、はい、写真部からも選びますんでぜひぜひよろしくお願いします。そう、前回ねあのクロムのイラストくださいって言ったら、うん、まさかのさっきのクロムではない、クロムというよりは里井里井 の渋谷里井と田中 P の画像、うん、絵でしたけど、いやなんかあれでしょ今日、はい、ノックス会ってたんでしょ。あ、会ってました、ね、あのテクノの、まあ、インタビューがあって、あのリスアニだよね。あ、そうですそうです、リスアニね、があって4人で集まって、はい、ちょっと集まった後にご飯も食べて、あ、ご飯は食べた、まあ、食べました。何食べた。あの銀だこ食いに行きました。たこ焼き、ね、はい、たこ焼きをちょっと食べに行きました。ああの お会計ルールでいうと順番はどっちになったんですか。僕が払いました。僕が銀だこ一番最初、だって前回あれでしょ、高級寿司だったんでしょね。なの でそれをあの誰だっけ、浦君が払って、浦大先輩が払って、で今回銀だこでいいの。0.5 回分です。あれ 0.5 回分なんで、次また何だったら次また1プラスするんで、あ、もう一回全然、ね、はい、1.5 にして返してやるよと。そうですよ。うん、銀だこ美味しいもんね。美味しいです。銀だこ美味しい、ね、美味しい。銀だこに罪がない。4人で銀だこで食べました。はい、美味しく食べましたね。それ銀だこのどれが美味しかったですか。僕はでもやっぱプレーンが好きなんですけど、うん、あのカイト君がてりたま、ああるねあるね、はい、そういうのある、うん、とあとひろむくんとうらくんがあのチーズ明太を選んで食べてましたね、うんうん、ああいいですね、はい、みんなそうかそうか、最高でしたよ。銀だこリスナーにインタビュー後にそんなことをやってたんですね。あとカイトくんと僕が猫舌でずっと食べられないっていうたこ焼きが熱くて食べられないっていう、あらあら、あれね、熱いもんね。うらくんとひろむくんが爆速で食べてたので僕たち2人がずっとはっつって猫チーム、猫チーム、猫舌チームでしたね。そうだ、リスアにね、多分毎月あのインタビューやってるんで、はいはいはい、で今月あの田中の当番会で、そうでしたね、はい、ね、インタビュー見ていただきましたかね、はい、結構あの企画の当初の話とかいっぱい喋らせてもらったんで、うんうんうん、あれなんですけど、ぜひぜひ見て、はい、で来月はノックス4人の座談会みたいなのかな。いやもうぜひ、ね、いろんな話をしたので、ぜひぜひ見ていただければ。はい。ということです。ということで、はい、景気づけに、お、これはもしや回しちゃいますよ、田中 P。 忖度の時間だ。忖度の時間です。忖度の時間だ。忖度。あ、いきますよ。いや、何を回されるんですか。今日はね、P はどうしましょうか。ね、イベントも終わりまして、お、そうですよ。今あるじゃないですか。製造日ガチャなるものが。製造日ガチャいきますか。あ、ちょっと待って、クレジット購入しないと。じゃあ僕最初にやりますか。あ、やりますか。僕先にやりますか。僕の方から。すいません、毎回やってくれるし。課金。多分大丈夫。課金しました。このかわいいリム。うるさいかな。あ、大丈夫、大丈夫。おろします。おろします。いきます。今この時間だけ降りてますから。忖度。行け、頼む。忖度来てくれ。虹色忖度。ああ。ああ。来るかな。ID 認証。アクセス。ああ。うん？変わるか。うい。あるか。ノット忖度。まあそういうことはあります。旬です旬。旬です旬です。いやーリム君好きなんですけどね、欲しいですけどね。じゃあ私めが、はい、攻めてみたいと思いますよ。お願いします。音ね。いやーちょっと僕の無念を晴らしてください。おい。さ、はい。さ、どうなる。崩れ。ノット忖度。
いやリム君のハート硬いですよ。確かにね、なかなか来てくれない。そういうこともありますよ、まあ、前回がね奇跡 の, あの僕あの塩2を木をもう召喚して塩2まで召喚されたっていうね召喚したんで、いやありましたからね、まあ、そういう時もありますよ。リム君エキスパンションに多分隠れちゃったんですね、はい、確かにね、はい、ありがとうございますということでございます。はい、それではですね、まだまた黒板を見ながらですね、はい、改めまして、テクノロイドの目標とテクミンルールと、はい、今週のトピックをですね画像にまとめてみましたので、はい、はい、こちらです、ドン。今週のトピックはですね、はい、あ、幕開けさんね、お、幕開けさんがどれどれ、無事というか見事300万を達成してサクセスでございます。いやありがとうございます。来ました、すごい。っていうかね、300万超えたところからまた急にギュンって今上がってきてて、わー、これはありがたいですね。で今ね見たらね379万9000円だから、もうあと20万ぐらいで、はいはいはい、400万。うわーすごい、とんでもないことですよ。サポーターさんの数も214名ということで、214名の方が、はい、ありがとうございますということで、ありがとうございます、はい。ということでですね、あのノックス含めた3ユニット分の、はい、あのラムさんの書き下ろしの、うん、ノックス版権、ノックスと、はい、メカニカメタリカ DMA の3ユニット書き下ろしは確定しましたと。ありがとうございます、めでたい。ということで、次なんでね、あの、はい、ステップとしてはだからあと100万ちょっとなのかな、うんうんうん、あと100万ちょっとで全キャラいきますというところ であと22日というところになってますので、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いしますということで、お願いします、ありがとうございます、はい、で一応ね追加で、幕開けの限定イベントの詳細の方も出させていただいて、はい、こちらが、日程が12月の11日の夜1回こっきりの公演で、うん、場所は都内某所ですということで、はい、18時半から19時半ぐらいのところで開始を予定しておりますということなんで、だいたい夜やりますということですね、はいはい、で、出演者が浦さん、浦和樹くん、はい、で日比谷さとりさん、日比谷さとり私、はい、ミネタヒロムくん、はい、呼んでみましょう。ああ、そうですね。で、カイトくん、はい。で、杉林、明人さん、明人さん、明人さん、はい。草野太一さん、はい。小林達之さん、そして野島健二さん。おお、1、2、3、4、5、6、7、8人。おお、総勢8名のイベントですか。おお、僕まだお会いしたことがない方も、あ、本当。はい。あ、そうか、いらっしゃるので、いやこれはちょっと楽しみですね。そうなんですよ、はい、っていうのが12月にねスペシャルで行われる、うん、ということになりますので、まあぜひこちらの方も含めて、あの再度あのお願いできたらなというふうに思います。ぜひぜひお願いします。いやなんかね300万で達成して、まあ、めちゃめちゃ嬉しいなと思ったけど、うんうん、もう400万も近くなってくると500万達成して、うん、ラムさんにめっちゃ働いて全キャラ書いてもらいたい。欲がね、みんなでね、こう500万っていうところに何とかたどり着きたいなという欲がね、うん、私は出てまいりました。でもね、うん、たどり着ければそれだけこうなんかたくさんね、いろんなコンテンツも増えていくので、ね、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでございます。あと、今日はこの後最速視聴会ありますんで、あ、新曲ノックスの新曲がこの後聴けるという形になっております、ということでみんなで聴きましょう、はい、さらにあれだね、今日はあとズーム交流会もあるからね、はい、この後、はい、ぜひズーム交流したいと思います。里井くんの初のズーム交流会が行われます、いやードキドキするということです、はい、そして、来週はですね、はい、7月の5日月の頭ということで、カイトさんの軽音楽部弾き語り会に、ね、はい、なりますということが、うんうん、ありますので、いやまた楽しみが7月もいっぱいになりますよということでございますと、ドキドキしますね、いうことです。じゃあ一旦元に、うん、あ、カイトくんが歌う曲は、お、スタンドアローンのナイトマニッシュ。
おースタンドこれは全然つかない、全然わかんないですけど、いやどうなるんだろう、はい、めちゃくちゃ楽しみということなので、ぜひ予習しておいてください。よろしくお願いします。ということで我々が出てますあれなんかボケてるかな、これボケてる、ちょっとボケてますね、ちょっとね、大丈夫かな映像、はい、もう幕開けの話の途中ぐらいからなんかあこれやろうって顔してるのは横から見えてたからねいやお恥ずかしいお恥ずかしながら、いや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 、なんでね、あのいろいろ進んでおりますが、よろしくお願いします。いや今日はね、そのボケてる時間ないぐらいいっぱいあるんですよ。あ、そうですね、いっぱいたくさんあります、情報もたくさんあります。いやこっからですよ。いやもうね、とんでもないよ、あります、あれです、今日この辺でね切り抜き終わり、はい、あ本来はちょっと企画の話のちょっと途中ぐらいまでやろうと思ってるんですけど、はい、今日はねちょっと機密性の高い内緒話がちょっと多いので、ここだけの内緒話、はい、それでは、切り抜き音声の皆さんはここまでと、 YouTube の方は、はいはい、ここまでということで、ちょっと短いですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。さようならと、さようならになります。こういうやつです。順にデザイン中に。チームでやるって慣れてなかったと思う。そうですね。グループで歌うっていうこと自体が初めて。じゃあ今から行くよ。最初はグー、あちゃん、ジャン、おい。次の感じはいいですね。うん。ダメだやっぱ。